学園通り駅は、香川県喜田郡三木町大和田市かぶにある高松、琴平電気鉄道長尾線の鉄道駅であり、三木町コミュニティバスのバスターミナル。駅番号は、N13、三条駅以来、琴電として46年ぶり、長尾線としては、高文明駅以来50年ぶりの新駅として2002年に開業した途中下車指定駅。駅名は、 本駅敷地東側を走る町道、三木町道かぶせ南な線の愛称である、学園通りにちなみ、この道路の愛称はその沿線に、香川県立三木高等学校が今することに由来している。バスターミナルとしては2005年11月1日、三木町コミュニティバスの路線開業とともに、本駅の西入場口スロープの北側に、バスを停車投留させるための用地を確保して共用が、 開始された。機能的にはターミナルではあるもののバスの整備等を行う設備等はないため構造的には停留所に近い短式ホーム一面一線を有する。駅入り口は駅待合所の両脇より駅東西へ向けてのスロープとなっている。西側スロープを降りた場所にバスターミナルとなる学園通り駅停留所が存在する。バスターミナルとなる敷地においては バス停車指示枠を一つしか取っていないが、停留所標式は指示枠からバス一台分前にずらされて設置されている。そのため、ターミナルとしてバスが停車可能となる敷地は最低二台確保されていることになり、必要な場合にはその横の敷地も使用が可能となっているため常時でも三台程度のバス停車敷地を利用できる。学園通り駅、バスターミナル。 三木町コミュニティバスのバスターミナルであるため、同バスの全路線が本定留所に停車する。ショッピングモールベルシティ駐車場敷地南に建設、町営パークライド用の月決め駐車場が整備されている。1948年廃止、下腹中央踏切の北西側に位置した駅で、学園通りとは踏切を挟んで、正反対の長尾側に位置したとされる。 詳細は、日本の鉄道事故高松こと平電鉄長尾線、列車障害事故を、山椒島駅の開業前、この場所で大事故が発生している。それもことで史上唯一、乗務員に死者が発生した事故である。1978年11月3日の14時35分ごろ、長尾駅発河原町駅駅電車が、約時速70キロメートルで走行中。 当駅の長尾寄りにある四日伏せ中央踏切で速度超過で停車できず警報を無視した大型ダンプカーと衝突先頭車だった770号はダンプカーを約20メートル引きずって線路北側の水田に転落した同車の前面は原形をとどめぬほどに潰れていた760号は転覆は免れたが脱線した電車の運転士が殉職ダンプの運転手は即死 770号の乗客2名が重傷。760号にいた車掌も軽傷を負った。770号は現場で解体され、自己廃車となったが760号はその、五物生産工場で修理されて復帰した。高松こと平電気鉄道、長尾線開き駅、尾徳寺駅学園通り駅、株生駅白山駅。ありがとうございます。